テリー土屋の車のお話、坂戸店のコーナーですということで、はいはい、またここ坂戸市のアヘッドさんに来ました。はい、はい、そしてですね、今回なんとデモカーを制作するというふうに聞いたんですけど、何の車か聞いてます？いや俺もう後ろに見えるんですけど、あ、これデリカ D5 じゃないですか。はい、しかも噂によると、これごめんなさい、僕一応知ってたんですけど新車だということで、皆さん車の話、ま、ついに新車を買いました。デリカ D5 です。まだ2000キロしか乗ってないです。はい、もうちょっと楽しんでからでもいいんじゃないかなと個人的には思うんですけど、もう2000キロで早速チューニングするっていうことで、はい、じゃあ早速、はい、まあ、自分が知ってるなんかデリカってもうちょっと丸いイメージだったんですけど、結構変わりましたね。なんか最近すごいスタイリッシュな、はい、そう、ビッグマイナーチェンジを行った後のまあデリカなんですけど、はいはい、こちらひろきさん、ちなみにヘッドライトどこだか知ってます？こういう系は多分俺の予想は、はい、これあ、ここです。合ってるじゃん。ここです。いや、こっちって言ってほしかったんですけどね。あ、すいません、ここなんですよ、はい、そう、なんかいや、あえておしゃれすぎてここでは光らせないなっていう感じがしたんで、デイライトですよね多分。そうです、予想からすると、はい、デイライトで軽く光らせてメインはこっち。はい、そうなんです。なんでここがヘッドライト、まあ、普通の車からするとちょっとイメージ違うよねっていうところで、うんうんうん、まあ、でもこれちなみにウインカーってどこですか？でウインカーも同じです。ここで光るはずです。あ、そうなんだ、はい、違ってたらごめんなさい。いやいや絶対そうだと思うあ、なるほどなるほど、はい、であとこれあのオプション の, あのグリル、もともとこれメッキなんですけど、こっち黒のものに変わってると、はいはい、なんかシックで決まってていいですよね。はい、シックで決まってて、あと車高も高いし、はい、今日はこれホイールとかも気になりません？ちょっとホイールも気になるんですけど、ちょっと待ってください。このグリルの前にカメラついてるんですけど、はい、これってあれですか、前どれだけ寄せられるかって全部見れるんですか？これあの全周囲モニターも、アラウンドビューモニター、はい、ついてます全周用モニターって言ってあのアラウンドビューじゃない、はい、あれあの商標登録されてるらしいです、ね、あ、なるほどね、はい、全周囲モニターらしいです。全周囲モニター、へえ、なるほど、すごいっすね。あ、すいません、はい、ホイールでしたっけ？あ、で、そうです、ホイールです、はい、やっぱりどうしてもこの手の車ってどっちかというとホイール小さいイメージあるじゃないですか。あ、そうですね。でも18インチなんですよね、実際は。もうボディが大きすぎるから、はい、なんかちっちゃく見える。そう、ちっちゃく見えますよね。なんか17なのかなみたいな、それぐらいのサイズ感ですよね。ちなみにこれグレードが一番上の P 覚えましたよ。あ、覚えました。 P グレード、はい、 P グレードなんです。へ、すごいじゃないですか。もちろんね、スライドドアということで。いや、スライドドアで四駆で、はい、おっ、なんか出てきました。すごい、ラリー車乗ってるとこういうのないんで。いや、普通の車もなかなかないと思います。すごいステップもついてるということで。え、これ乗っても大丈夫ってことですか？乗っても大丈夫らしいです。すごい。あ、すごい。あ、全然大丈夫ですね。え、大丈夫ですか？これ100キロ以上の人が乗っても大丈夫ですか？なんか100人乗っても大丈夫みたいなそうそうそう、これすごいですね。これいつ閉まるんですかね。お、あー、すごい、スマートです。音も何もしないですからね。なんか僕の知ってるデリカとは全然違いますけど。え、これ実際開けてみていいんですか？もちろん。これ自動で開くんでしたっけ？これ自動でも開くらしいです。あー、なるほどなるほど。ここを倒せば、はい、あの荷物が乗せられるし、はい、人が多い時はこのままで、はい、行けるっていうことですね。そうです、まあ、これ跳ね上げ式ですよね、はい、これここにフックが、はい、けられるとか。あ、なるほど。バタンって閉じて、これフルフラットになるんですか？なんかフラットになるらしいです。しかもそのフラットの仕方がどうやら特殊だということで、ちょっと後でやってみましょう、はい、後でやりましょう、はい、2.2 リッターの割にはすごい短いなと思う。どこに入ってるんですかね。あ、奥に入ってんだ、エンジンが。かなり奥だし、この高さに対しては結構下めになんかマウントをしてある感じがありますよね。全然だから、こっからエンジン的にはこっからここら辺までがエンジンだ、はい、そうですね。だから結構重心も下げてて、うん、なおかつ奥に入ってるんで、車体のバランス、いや俺てっきりここら辺にエンジンあるのかなと思ったんですよ、はい、そしたら全然もっと奥側に入ってるんで、だからこういうところも含めてしっかりなんか設計されててるんだなっていう、はい、うんうんうん、いや、だからこれがまあその走りの乗り味に絶対
いい影響を及ぼしてますよね。ディーゼルですからね、全然。いやでもあれか、横置きエンジンってなかなか見ないんで仕事から縦置きエンジンしか僕見ないんですけど。そうですね、仕事からどうしてもね。そうなんですね、はい、横置きってこんなギチギチになるんですか。だってミッション横なんで、だってもうほぼほぼギッチリですよ、はい、かなりギチギチですよね。なんかいや車的に大きいはずなんですけどね。いやすげえすげえ。前に出して、はい、これを倒すと、はい、あもうちょっと待って、よっ、あこういうこと。これめっちゃ足伸ばせるじゃないですかこれ。あえどういうフルフラット、あじゃあこっちも倒れるってこと。なこれでこのまま多分ここの座席も倒せるのかな。あもうこっから寝れるってことですか。寝れますねこれは。ちょっと乗ってみていいですかこれ。いいんじゃないですか。よいしょ。あいや足が伸ばせますよ。あでもいいですねこのまま寝ても全然いいですよねこれね。へえ、あすごいすごい。これだったらねどこ行っても寝れますし、はい、なるほどなるほど。あこれはいい、これいいですよね。あじゃああれ10インチのあれですかモニターが。そうです、これも、はい、あのオプション品だと思うんですけど、はい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 、これあの音声入力もできるらしいですよ。音声入力、はい、どういうこと。いやあの自宅に帰るとか言って自宅に帰らせてくれるらしいですよ。あそういうなんか AI 的な、はい、あの OK Google 的なやつですね。ああなるほどなるほど、はい、あとこっち後ろにはだってちゃんと、はい、フリップダウンのアルパインのこれ10インチとかですかね。はいはい、はい、子供たちがここでいろいろ映画を見たりとかできるわけですね。はい、もう何でもできますよ。だってここに HDMI の入力までありますからね。すごいですね。はい、至れり尽くせり。だって後ろ100ボルトのあれもついてる。はい、100ボルトもついてるし、はい、シートヒーターついてるし、これステアリングヒーターもついてるらしいですよ。すごい至れり尽くせり。はい、いや一番正直初め気になったのはこのシートのデザイン。はい、あおしゃれですよね確かに。いやおしゃれおしゃれ。でこれ純正ですもん、ね、これ純正です。へえ、ちょっと一回座ってみていいですか。なんか結構高級感あるんですよ思ったよりも。なんか俺の知ってるデリカって結構もうちょっと簡素な感じだったんですけど、はいはい、その当時室内は、うん、でもなんかこう今になってから初めて十何年ぶりに乗りますけど、はい、全体的にすごい高級感な。ここのステッチとかもすごいおしゃれだし。だってこれ革張りじゃないですか。ステアリングはもちろん革ですけど、このねインパネ周りとかも革と木目が。そうそうそう、なんかデザインが全然今時の車になってて、おしゃれなデザインですよね、はい、あとこっちもピラーからのあれも見やすく前方視界が確保してあって、うん、で、ね、この木目なんかもさすごい綺麗じゃない。綺麗です綺麗です。すごいなんか高級車みたいな、はい。でね、ステアリングのボタンを見ればね、いっぱいついてるじゃないですか。今ね、ステアリング切ってるからこんな向きですけど、エンジンかけましょうか。一回じゃあエンジンかけてください。こっちだ。へえ、はい。なんかいろいろ機能がありすぎて、はい、よくあれですけど、そうですね、すごいですね。いっぱいついてますね。ちょっと一回これは乗ってみないと何が使えるのかわからないんであれですけど、はい、やってみますか。さあというわけでじゃあ乗ってみましょうか。実際に試乗行っていきたいと思います。はい、行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあそれでは試乗に行ってみたいと思います。はい、いや静かですね。なんかディーゼルエンジンのイメージって。いやそう全然今乗ってる感じすごい乗りやすくて、はい、当然アイドリングストップもついてると。そう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 。いや行ってみますよ。あ結構なんか大きいのに大きく感じない。どっちですか、どっちですか。いや車体はさすごい大きかったじゃん。はいはい。でも全然運転してると大きく感じないし。確かに。そう、でも中は広々としてますよね。そうそうそう。あいやなんか全然楽なんだけど。でもこれさっきシート調節してたじゃないですか。うんうん、あそうなんかねすごい電動シートで、はい、パワーシートなんですね。そう、えこれモード自体はそのデフのモードはこれだけってこと。そうじゃないですか。あそういうこと。なんかものすごいこうスポーツモードみたいなのもあったりするのかな。でもパドルシフトがついてるんでそういう意味ではスポーツ的なところも楽しめそうですよね。すげえトルクが。トルクありますね。今一瞬踏んだ感じでもさ全然違うし
だって馬力自体は100、はい、145馬力145でしょ。トルクがすごいのかな、はい、トルクも確か39キロ近くあるので、すごいな、エボテンみたいな、はい、すさまじいトルクですよね。三菱のエンジン昔からさ、すごい強くて、はい、やっぱり燃費も良くて、そのパワーも出せてっていうエンジンだから、うんうん、やっぱりね、エンジンの作り込みのノウハウがね、やっぱ全然あるよね。やっぱりディーゼルの車作ってるの昔から多いですもんね、ラインナップとして。 2.2 リッターディーゼルだけどすごい静かだもん、うん、だって本当静かですね。すごい乗りやすいんだけど、あ、一応ここにエコモードとかあるんだ。あ、エコモードあります。お、エコモードにするとどう違うんですかね。多分あれじゃないのかな、すごい燃費良いフィーリングになるんだよ、はい、アクセル強く踏んでも動かないとかさ。すごいな。今助手席に乗ってて感じるのは、あの車高高いじゃないですか、うん、正直ちょっとロールとかも多くなるとやっぱ酔いやすいじゃないですか、車って結構、うん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 、でもあんまりそういうのを感じさせないですよね。あ、そうね。だからね、一番驚いたのはね、こんだけなんだろう、大きいんだけど全然なんて言うんだろう、重さをねそんな感じないんだよな、はい、運転してると、はいはいはい、確かにひらひらこうステアリングを切ってもすぐスッて反応するような、そう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 、なんかムカつくほど乗りやすいです嫉妬してるじゃないですか。嫉妬するよ。個人的にはなんかこういうのでマニュアルがあって面白いのかなとは思うけど、どうなんだろうね、はい、今もうマニュアルより全然こっちの方がやっぱ楽だし、もうパドルシフトも結構ね、あのビシビシ伝わってくるから、はい、多分あんまりもうオートママニュアルである必要がないんだろうな、はい、しかもこの車8速オートマですよ。お、すごいね、なんか今時ですよね、今時の F1 みたいな、はい、8速ってすごいですよね。 F1 じゃない、なんかオートマってどうしてもあの4速で止まってる人なんですけど、うんうんうん、僕はオートマ4速っては平成の初期とかじゃない。いやでも割と4速の車って多くなかったですか、ここ最近でも。はい、まあ、なんかさ、変速ショックがそんなないんだよね。確かにないですね、静かだし、うん、だから自分もディーゼルの車1台普段乗ってるんですけど、はい、もうちょっとなんかこう音がうるさいような、エンジンの音が聞こえるような感じがするんですよね。さっきあのちょろっとだけ横乗らせてもらったじゃないですか。確かにこっちの方が静かかもしれないですよね。なんか全然ディーゼルエンジンなんだけどこっちの方が静かだし、ロードノイズもなんか気持ちこっちの方が静かじゃないですか。そうね、なんかさっきあの初言表を見たら結構いろいろなところにそういうデッドニングじゃないけどちゃんと防音、はい、の機能をしっかりしてるみたい。なるほどなるほど、うん、だから全然静かなんかね、ディーゼルだとどうしてももっとトラックみたいなうるさい音がするのかなと思われがちだけど、はい、全然全然静か。いや、いいですね。今もこの加速もスーって出てきますよね。ああ、そうそうそう、なんかね軽く踏むだけでね、今エコモードなんだけど、はい、なんか別に全然エコって感じもしないんだけど、エコなんだよねこれ。だからなんかすぐスッて出るから、うんうんうん、これ一応多分スロットルとかもすごい滑らかにしてくれてはいるはずなんだけど、はい、全然大丈夫。いや、いいっすね。何これすごいじゃん。はい、というわけでデリカ D5 乗ってきました。どうでしたか。めちゃくちゃ、はい、良すぎて眠くなった。だって顔眠そうじゃないですか。もういや、すごいんですよ、あの静粛性が。ディーゼルって なんかもっとドタドタドタって俺勝手なイメージね、はい、あるんですけど、すげえ静かですあれみたいな、うん、エンジンかかってるみたいな。何よりも僕も静かさに驚いたのと、乗り心地も良くなかったですか。めちゃくちゃ良かった。あと、うん、トルクがあるせいでやっぱ運転しててものすごい軽いんですよ、蹴り出しとか、うん、信号から発進するときとか車線変更するときとか、うん、ハンドリングもすごい軽快だし、いや乗っててすごい乗りやすくてね、うん、どうでした。いやでも僕は何て言うんだろう、一番いいなって思ったのはもうこの全体が良かったなって思っていて、まあまあ総合的にね、そう、なんか特筆してこれっていうのはなんか強いて言えばないんですよ、うんうんうん、なんですけどあまりにもこう平均点の上を行き過ぎていて、そうね、これだって、はい、
めちゃくちゃ乗りやすいし。いや、そうなんです。でこれが今後デモカーとしてカスタマイズされていくっていうところで、そうだ、非常に楽しみじゃないですか、うん、そしてなんと今日はそのパーツがすでにあると、うん、お、あ、もうあるんですか。もうあるらしいです。用意周到ですね。はい、相当用意周到で相当気合入ってますこれ。お、楽しみで。いや、俺逆にこういう車ってそうチューニングする人とかっていないんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、いるんですか結構。でもやっぱりこの車特にやっぱりアウトドアをやられる方も多いので、うんうんうん、外装面のカスタムをやられてる方が多いじゃないですか。なるほどね。もちろんこの企画やります。外装もやります。エクステリアやります。めっちゃやる。けど、だってまあ2000キロだよ、はい、もうちょっと乗らなくていいの。いやいや、でもさらに皆さんがやらない、もっと走って楽しくなるカスタムもやります。マジで、はい、え、どこを目指してるのこれは。いや、もうどこまで行くのこれは。いや、デリカだけどスポーツカーのような楽しさを出していきます。おお、なるほど、はい、スポーツカー、はい、まあね、でもランサエボリューションから受け継いでる三菱の制御がありますから、はい、ランサエより速くなっちゃうんじゃないですかこれ。それは分かりませんが、あのパリ高に、あ、違う違う、パリ高には出ないですけど、アジアクロスカントリーラリーじゃないですか、はい、もうな、でそういう車にね、あの、はい、きっとなっていくと思うので。なるほどなるほど。ね、あの店内にねパーツあるそうなんで、じゃあぜひ見ていきたいと、はい、この後も見に行きたいと思います。思います、はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。